ティーガー級ミサイル艇は、西ドイツ海軍及び統一ドイツ海軍の S ボートの、艦級、エグゾセ艦隊艦ミサイルを搭載しており、ドイツ海軍初のミサイル艇である。交渉艦型は148型。国防軍の S ボート以来、ドイツの高速戦闘艇には、定評があり、第二次世界大戦後の海軍再建の際にも、魚雷艇は重要な兵力として位置づけられた。 連邦軍では、バルト海という、狭くて浅い内海での行動能力が重視されており、また特にその入り口にあたる、スカゲラク海峡は狭く浅く、また霧や強風、潮流など、航海の障害が多く、魚雷艇の作戦に適した海域と考えられていた。まず国防軍の S ボートの設計を踏襲した149型が、建造された。またその建造と、並行して、 新設計の140型の計画が進められ、1961年からは、紹介制型の142型も建造された。一方、イスラエル海軍では、西ドイツのリュール戦車の協力のもと、ヤグアルキーをもとに多少大型化して、汎用性を高めたサール型を開発し、並行して国内で開発していたガブリエル艦体艦ミサイルを搭載して、 ミサイル艇として運用していた。政治的な事情から、艇の建造は、フランスのシェルブールにある CMN 社の造船所で行われたが、同系の建造中にあたる1967年10月に発生したエラート事件を受けて、西側諸国でもミサイル艇が注目されるようになり、1969年のギリシャ海軍の発注を皮切りに CMN 社は、 サール型の巡動系定多数を輸出することになった。イスラエルの計画を援助する一方で、西ドイツ海軍自身も1960年代、中盤よりミサイル艇の計画を進めており、1966年10月には、ルール戦車に対して複合構造艇の要求仕様が提示されていたものの、この時点では搭載する武器システムとして妥当なものがなく、開発は難航していた。 このことから、前進作として、1970年12月18日、サール型の系譜となる、コンバタント2型の建造が発注された。これによって建造されたのが本級である。上記の通り、本級は、コンバタント 2A4 リットル型の設計を採用しており、これは、イスラエル海軍と、リュール戦車が設計した、サール型の発展型であった。 原型となった140型では定時式主機としては140型の一部艇で導入され、サール型でも採用されたマイバフハ MD872 ディーゼルエンジンが踏襲された。電源出力は 270kW であった。ベガポルクスプス戦術情報処理装置を備えており、C バンドのトリトン補足レーダー及び X バンドのポルクス追尾レーダーを連接していた。 このベガポルックスプスは艦隊艦ミサイルを含む武器管制機能も包括している。また、シュトルヒでは低空警戒、対水上捜索レーダーをトリトン2に、追尾レーダーをケストール2に更新したほか、後にピラーや電子工学装置を連接した。その後、1990年までに前提で低空警戒、対水上捜索レーダーをトリトン G に、 追尾レーダーを、ケストール2に更新した。また、ポリー装置を搭載して、リンク 11A の連接に対応している。主兵装となる、艦隊艦ミサイルは、エグゾセ MM38 で、連装発射塔2機に収容されて、環境構造物直後に搭載された。艦砲としては、サール3型と同様に、62口径 76mm 単装速射砲を戦手艦板に搭載した。 戦備乾板の70合計 40mm 炭素基銃は当初は解放放がだったが1984年よりマウザー社のガラス繊維強化プラスチック製砲糖が搭載された。また基銃を撤去して機雷を搭載することもできる。建造は西ドイツのリュール船とフランスの CMN とで行われ1970年代前半に CMN で12隻、 デュール船で8隻の合計20隻が建造されて、西ドイツ海軍に配備された。当初は、艦名はなく、NATO のペナントナンバーと S ボートとしての番号だけが付されていたが、1981年に艦名が付された。西ドイツ海軍では、ヤグアル級魚雷艇の後継として、第3高速艇船隊と第5高速艇船隊に配備され、間もなく、 収益を開始したアルバトロス級ミサイル艇と共に20年以上にわたって西ドイツ海軍及び統一ドイツ海軍の戦力の一端を担っていた。その後、冷戦終結後の軍縮の結果、1994年から逐次退役が始められ、2002年12月には全てのティーガー級がドイツ海軍から退役した。退役後のティーガー級は3隻が解体されたが、 チリとギリシャが6隻ずつ、エジプトが5隻を引き取った。このうちチリでは2隻が部品取りとされたが、4隻がチリ海軍に再収益した。また、ギリシャにおいては ECM、イザム装備などの近代化を行った上で、ラ・コンバタンとイーヤ型として再収益させた。なお、ギリシャ海軍に引き渡された6隻のうち、ウラハバス2とマリダキスの2隻は、 搭載する艦隊艦ミサイルを RGM-84 ハープーンに換装している。ありがとうございます。